旧校舎千代田区立高地町中学校は東京都千代田区平川町に所在する公立中学校。高地町地域唯一の公立中学校である。高地町中学校内心所事件や積木寿司の舞台として知られる。通称は高地中。高地町中学校は63世の新生中学校として昭和22年4月に設立され、旧、 長田町小学校3階7教室にて発足した。後に本校舎が建てられるが、その校地は安田財閥の祖、安田善次郎の私有地を庭に植えてある素鉄の木を枯らさないとの条件に寄贈を受けたものであり、現在までその素鉄は学校のシンボルとされている。初代校長には理学博士、有本石太郎が就任した。九百五十から六十年代、 東京大学合格者数の全国1位は、都立日比谷高等学校であった。その日比谷高校に多数の合格者を輩出してきたことから、名門中学校としてしばしば名前が挙げられた。当時、千代田区立番町小学校千代田区立工事町、中学校都立日比谷高校東京大学が、エディートコースとされた。そのため、以前から工事町中学校は、 多くの越境通学者を抱えており、また、番町小学校、麹町小学校の2校が、学区指定の進学先とすることから、これらへの越境者も、ことを待たない。したがって、一般的な公立中学とは異なり経済的に、恵まれた、多種多様な生徒が集まる傾向が強い。しかし、校舎建て替え後の2014年に、工藤雄一が学校長に就任すると、 子供の自立を重視した教育改革に取り組み、宿題廃止、定期テスト廃止、固定担任制廃止、校則の自由化など、従来、当たり前とされてきたことを、次々と覆した。生徒が主体者として、学校運営に関わっていく、教育方針と自由な校風への理解が深まったことにより、区内小学校から就学する児童が急増し二0二0年から、 越境入学の受け入れを完全に中止している。ありがとうございます。